今般のデータが新しく追加される。レーダーになる大きな目は明るいところでは小さな目が集まってできているのがわかる。複眼ってやつだね。お、進化するパッド。うちのパッドが進化しますよ。はい、ピジョン。さあ、データ登録。有り余る体力の持ち主で広い縄張りを飛び回り、遠くまで餌を探しに行く。来た、来ました、とうとう出た、ゼニガメ。うわ、かわいい。さすがに銀の釣りの実置いてあげよう。使う、やった。ならせめてナイスグッドつくとこ狙おうな。あー、出る。ほっ、来たんじゃない、グレーとか。早えな。あ、いいタイミングだと思ったのに。あー、捕まんないな。よし、来た、エクセレント。出るんかいな。やってられませんわ。来た、よし、2匹目。ズリのみ、めっちゃ赤いけど。あは、そんな。もう最悪。全然じゃん。捕まんのかい。最初は何だったんだよ。そんなんで捕まっちゃうんだ。ありがたいけど。よし、先進める。はい、ゼリガメ。水面から水を噴射して餌を取る。危なくなると甲羅に手足を引っ込めて身を守る。はい、アイランドファクトリーのルカパトです。さあ、ポケモンレッツゴーやっていきたいと思います。前回の動画でトラブル発生して、なんかここら辺が結構全部飛んでたと思うんですが、申し訳ありませんでした。で、マサキ、なんかすごい思ったよりも青年だったマサキから、セントアンヌ号、クチバシティにいる?まあ、セントアンヌ号、船が来ているので、そのチケットをもらったというところですね。では、向かっていきましょう。よし。ちょっと私、おゼニガメ、ゼニガメさん。もう逃げてた。あー、なんてこと。この家を見張らないといけないのに。待ちなさい。あー、そういうこと。おー、荒らされてる。ピガ。これはひでえな。どうした？なんかあった？パトピカ。いや、ピカパトだ。あー、ズリの実？すげえな。サイフォンかなんかかな。大丈夫ですか。ロケット弾、ポケモンに穴を掘らせて、きっとまた悪巧みを考えてみよう。ロケット弾に俺の家をこんなにされちまった。盗まれた技マシンはマンキーやサンデに穴を掘る技を教えるものだったの。なるほどね、穴を掘るか。ここから抜けていくっていうのもまたね。よし、あ、いるじゃん。どうした、現場に戻るってやつか。あ、これ人ん家の庭入るのよ。え、俺ただの通りすがりだ。全然怪しくないよ。怪しい、怪しくないっていうやつは十中八九怪しいからね。下っ端がラッタ、進化してる。うちのラッパーとはまだ進化してないの。いけ、パトックス。ゼニガメだが、ま、もうパトックスだ。あー、どうだ、泡
怒りの前歯はちょっときついね。あ、効かな。お答えします。カバト、なんか特性とかがないのが残念だな。マヒレって言えないもんね。最初マヒレマヒレってずっと言ってたけど、二度蹴り、よし、オッケー、いいね。ピカボト、クボがひょえー、参った、もうしないよ、見逃してくれい。見逃せねえよそりゃ。お縄だよ。わかった、盗んだもの返せよ。あー、なおこれを取り返した。そ、それじゃ俺は撤退、退散するから。バイバイ。だ、バイバイじゃないんだよ。お縄なんだよ。おじさん、穴をほど取り返したよ。ありがとう、わざわしに取り返してくれたんだよ。それは君にあげるよ。うちのディグダには気長に育てながら穴を掘り欲しい。なんだよ。よし、行くぜ。すげえな、ここの人結構な庭に、ね、庭をお持ちだな。こっちはいけない。じゃあ目指すはクチバシティだね。あ、そういえば自転車屋さん入ってねえな。お得な掲示板、進化の最中に見ようとはその進化を止まってしまいます。ビー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 ってやつだね。こら、ぶつかってしまったよ。あー、ちょっ、あぶ、あー、ここなんだっけ、育て屋だよね。いや大丈夫です、お小遣い438円しかねえや。育て屋さんで、お、なんか落ちてる、ピピード。ではこのまままっすぐ、ああ、こっちにもある。お、わたわたくん、あ、なあなあ、ルカポト、どうしたんだよわたわたくん。あっちのゲート通れないみたいだぞ。ほんとか、マジか。地下抜ける、でも地下通路通ればクチバシに行けるぞ。ちょっと暗くてあれだけどな。ん？ん？どうした、ルカポト、ちょっとじっとして。お、なんだよ、なんかキラキラしてると思ったらこんなのが紙に引っかかってたぞ。おー、男にな、なんか髪の毛引っかかってるぞって言われてもな。元気のかけらっていうのは瀕死になった時も元気にする道具だぞ。俺も少し持ってる、俺のも分けてやるよ。マジか、お前すげえくれるな。大丈夫か、わたわた、次の自分で役に立つかもな。あれ、もしかしてそれって船のチケット、ああ、1枚あげるよ。さすがにお返しするよ、こんぐらいしかできねえけど。え、いいのか、絶対行くよ。どうしたのこれ、まさき兄さんからくれたんだ。いや、ひえ、あの喋るポケモンにもらったって、ああ、まさき兄さんだからな。あ、いや、そうか、ちゃんと人間だったのか。あの時のことはもう忘れてくれよ。じゃあ俺は先に行こうかな。本当なんか機械的だな主人公は。そして結構カミカミだな。ちょっと一回行ってみよう。私、真面目な警備員、はあ、喉が渇いた、お茶が飲みたいな。おっと、そっちは今通行禁止だよ。出た、お茶あげないと通れないやつだ。よし、じゃあ地下通路抜けていきましょうかね。こっから地下通路を花出していく、クチバシティ。お、なんかいるぞ。僕のポケモン肩に乗せてると近くに動画をしてるとき尻尾で教えてくれるんだ。へえ。うちのパトックスもなんか元気に近づいてきてくれてるよ。いい、今この2人スマブラ参戦ポケモンだからね。もう強いよ。そんなにでも言うほど暗くねえな。トレーナーいると思ったけどいない。道具を押してるな。虫寄せコロン、うん、お、もう地下通路終わりか、早いな。
お姉さんがいる。地下通路は薄暗いから落とし物多いんですって。なるほどね。さあ、クチバシティにまだ着かないの。6番道路。お、ジェントルメンがいる。じゃあ戦っていきますか。お、ちょっと待って、ガーディーいた。ジョンソンビル。お、いい V 出すんか、じいさん。じいさん、いい V 出すんか。二度蹴りで。あ、早い。電光石火かよ。そうやってさ、なんかコンスタントにダメージ与えてくんのやめてくんない？連戦なんだから。よし、ギエン悔しいよ。ジェントルメン、ガーディ、あなたよりガーディ。あー、いる、まだいる。来た、ガーディ。いやー、まあもうそろそろスーパーボールに切り替えていかないときついよな。モンスターボール以外、スーパーボールとハイパーボールそんな好きじゃないんですよね。あんま使いたくないんだよな。出ちゃう。来たでしょ。これでも捕まんないからな。ああ、よかった。よし、カーディゲットだぜ。お、いいね。パトックスもレベル上がる。殻にこもる。んー、まあ尻尾を振るよりかは使う場面はあるかな。そんなにないがな。イザパトは20。お、乱れ引っかきはいいかな。頑丈とかもないし。さあ、ガーディーのデータが登録。人懐っこい性格だが、縄張りに入ってきた敵に対しては激しく吠える。よし、次はモエラだ。ガーディー結構出るんだな。誰だ、僕らのキスイス話を盗み聞きしてるやつは。人聞きが悪いぜ。話しかけただけでしょ。盗み聞きなんだから人に聞かれないところでやりなさいよ。さあ、ピカパト行こう。続き、毒割。危ねえ。ニドラン押す。はい、10万ボルト。いいね。なぜか勝てないんだ。そりゃそうだよ。次はお前じゃ。ちょっとそこの君、人の立ち話を盗み聞きするもんじゃないわ。おっ、お、ピジョンだ。すげえ、バレしてんな。いや、見かけない顔だ。強いのかな。それで話しかけてくんの。よし。おやおやおや、なんだよ、俺になんかよ。あ、なんだよ、お前さんだ。機械ダブルバトルになろうぜ。もうまだつぼみ、まだつぼみだな。ピカチュウ一度負けたことがあるからな。行くぜ、ピカボト。頭突きだ。相手のかかと落としに注意だ。弱い。よし、オッケー。情けない、売られた喧嘩に負けた。情けねえな。売られた喧嘩に負けたとかな。私、うん、付き合ってもいいかな。な、何と。いきなり主人公告白したんか、うちのルカボトは。
ナズナ。あ、人影とか使ってくるね。ピカパトやってしまいなさい。ピカパトさん10万ボルトですよ。 OK。 どうもうまくいかないわ。そうね、私も強くなりたいの。コツ教えてくれないかしら。頑張って育てましょう。プリンだ、プリン発見。プリン、あらららら、叩くしてきた、横火してきたよ。はい、出ちゃう。お、歌うだ、上 B か。お、ちょっ、あ、当たった。捕まるんだい。いまいちこの捕獲率が信用ならないな。よしよしよし。さあ、プリンのデータが登録される。つぶらな瞳で相手を見つめた後、不思議で心地よい歌を聞かせて眠らせてしまう。よし、くちばしついたぞ。最近いたずらばかりするゼニガメを捕まえたの。腕のいいトレーナーがいたらこの子は任せたいんだけど。どうした、あなたがこれまで捕まえたものの数は68なんだ。あなた腕のいいトレーナーだよね。この厄介なゼニガメ、あなた引き取ってくれない。いやー、そうするとね、うちのパトックスが嫉妬するから、ちょっとやめてきます。あ、追跡くれるんじゃない。ポケモン初心者のうちに寄ってくという、情報交換のもとに留守中家貸しとるんだわ。なるほど。あー、いっぱいいるのか。あー、そういう効果があんな、ナノミとか。それまあね、なるほどね、コツを教えてくれるわけだ。じゃあ一回回復しましょうかね。